さあやってまいりました。ANA 国際線直接購入に潜む闇というわけでしてねえ ANA さん その電話代はもう私持ちですよと言いたくなる本日のテーマなんですけど、国を超える皆さんであれば必ず手にするフライトチケットのお話です。まあ、特にね、他社便との乗り継ぎであったりだとか、あと急な予定変更ね、まあ、自分のせいじゃない場合も含みますよ。これはまあストライキだとか、天候の影響だとかいろいろありますけども、そんな時にね、 ANA に電話がつながらないという2時間待ち当たり前の現状がこれなぜなんだということなんですけども、ANA さん、その電話代は私持ちですということで、さらにそれが国際電話だったとしたらね、あなたは許せますでしょうか 今日はこんなテーマでお届けをしたいと思いますけども、流れはこちらです。その電話代は私持ちという体験談がもう一つや二つだけじゃないということで、大量にね、この問題を寄せいただいています。で、そんな皆さん向けに、電話じゃなくてね、ウェブサイトを使えばいいじゃないかと、こういうご意見もあるんですけども、そうは問屋が下ろさない まあ隠れた理由みたいなところがありますので、えー、今日はね、これ踏み込んでいきましょうで。きちんとね、解決策もご提示をしていきます。えー、この長電話でね、待たされてしまうケースにおいても、 えー、これ国を越えてですね、どんなあ対処をしていけばよいのか、まあ、ANA 以外に関しても応用が効く解決策になりますので、えー、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。今日も国を超える皆さんを応援するということで、えー、本日はですね、えー、この電話が長くかかってしまうフライトチケットの闇という観点で切り込んでまいります。それでは、まずはじめに、 ANA さん、その電話代、私持ちですよ。ということで、体験談行きましょう。これね、先日のライブでご紹介をしたあですね、お便りなんですけども、非常に大きな反響がありまして、改めてポイントだけ、えー、かいつまんでね、お伝えをしますうー。マーク・クーマさんからいただいたお便りですね。先日、ANA のコールセンターが2時間待ちのお話を聞きまして、今年3月にホーチミン旅行で、えー、私の体験談を皆さんにね、聞いてもらいたいということで、メールをいただいたわけです。今回の航空券、 ANA のサイトから 購入を直接購入をしたのですが、袋が下記の通り、ハノイ経由でホーチミンからハノイまでがベトナム航空、そしてハノイから成田までが ANA というフライトになっておりました。これは夜の便ですね。ホーチミンを20時に飛び立ちまして、ハノイに22時15分着。2時間ちょっと経った後の ANA 便はですね、ハノイからですね0時25分に飛び立って、成田には明け方に到着すると。まあ、こういう予定ですよね。国国内線と国際 国際線で会社が異なるためハノイで一旦、ね、荷物をピックアップしまして国際線ターミナルに移動後え再び荷物を預けることになるんですが乗り継ぎ時間が2時間以上とあるので、まあ、とりあえず心配はしていませんでしたえところが帰国日前日に ANA からのメールで突然ハノイへの,の便がですね 遅れてしまうということでこれは45分遅れ、まあ、後のですね瓶に変更になるよとこんなメールが来たんですこの変更でハノイでの乗り継ぎ時間が最低時間最低乗り継ぎの2時間を切ることになりまして心配ではあったんだけども ANA からのメールなので何とかなるだろうと考えていましたそうしたらその後ベトナム航空から英文メールが送られてきまして変更となりました新しい便の方ですよね遅れ ちゃう方なんですけど乗り継ぎ困難になるので本来の便の一つ前 のフライトに変更ををすることを強く推奨しま,すまあこういうお話だったんですね。ここで困ったのはこのベトナム航空推奨便への変更です。ANA から直接購入をしたチケットでありますので当然ベトナム航空側では変更ができませんで ANA にお願いをしなくちゃいけないとそうすると ANA、まあの、ね、ウェブサイト上で、えー、これを試みるとですねネットからでは不可能でコールセンターに電話する必要があるんだという旨が表示されるわけですね。当たり前ですが ホーチミンからは日本のフリーダイヤルが電話ができませんので03で始まる有料電話にかけざるをななくなりました結局日本への有料電話でオペレーターにつながるまで2時間近く待ちましてねやっとのことで変更してもらったということなんですけどここがポイントなんですよね帰国後 ANA にこの件について問い合わせをしたところこんな回答がね寄せられたようです ANA から購入したチケットであったとしてもそのフライト変更がベトナム航空によるものなのでそれにより乗り継ぎ困難に になっても ana 側は感知しまませんと、まあ、その責任のの範疇じゃないんだとそのため2時間近くもベトナムからの国際電話をかけ自力で変更をリクエストしなければならなかったことについては ANA には非がありませんとその労力は購入した側の私たちの責任範疇であるまあ、こんなね、えー、回答が得られたようですであの今回のですね事象を振り返りましていくつか補足をしていきたいんですがまずはじめに。 2時間近くかかった電話ですよね。あかこれ、かかるまでのね、待ち時間っていうのは、まあ、電話代かか、ね、どうなのかかるのかどうかなと思っていたんですが、あ皆さんからね、お寄せいただいたコメントえ。忍者さん、電話代は待ち時間でもかかっています。 ひろみさん、えー、ANA の電話2時間以上待ちは待ってる間お金かかってますよ。あれはなんとか、あまあ本当になんとかしてほしいです。けいみずさん、私もチャージされましたということでね。いやー、これね、国際電話でかけるとなると、これたまったもんじゃないなということで僕ね、計算してみたんですよ。えー、NTT コミュニケーションズさんが、 あこれ、料金シミュレーション出していますね。例えば、今回のマーク・クーマさんのようにですね、ベトナムから日本に国際電話をかけようということなんですけど、ちょっとね、その方向が見つからなかったので、逆に日本からベトナムにかけた時の,あの電話料金です。まあ、日本の電話会社ということで、見てみるんですが、2時間かけたとすると、 えー、基本料金、まあ通常料金が2万1000円ということなんですよね。とんでもないということで、割引があって、えー、半額になったとしても1万円以上はかかるというわけでね。まあ、仮にこれ、えー、国際電話だから1分100円とかかかったりするのかな。そうするとね、60分で6000円。まあ、2時間だったとすると1万2000円ということになりますから、まあ割引があって 1, 1分100円だったとしてもやっぱこれぐらいかかると。 いうことですよね。もう一つ見てみましょうか。これは NTT ドコモが国際電話をかける際にあたってのですね、料金が案内されています。東アジア圏ということで、韓国、台湾をはじめとしてですね、各国に関しては、 57円ですね。これまあ30秒ごとですから1分にすると100円をやっぱり超えてきますよね。とんでもないということで、えー、東南アジア圏、ベトナムなんかも含むフィリピンだとかシンガポール、インドネシアとかマレーシアとかね。あの30秒68円だからやっぱり130円近く1分あたりかかるのかな。あの、それでですね、中央アジアだとか、 中東エリアになってくると、より高いのか、高いですね。あのー、1分かけるともう300円近くかかると。 はい。オセアニアに関しても、それなりに1分100円以上ですね。ヨーロッパは、あ、これも高いですね。まあ、30秒108円なんで、1分あたり200円近くかかるという計算になりますので、これでね、2時間待たされるっていうのはたまたまじゃないということなんです。もう少し皆さんのコメントね、補足をしていきます。メグエスさん、まさに今、ANA と電話する必要があって、電話を何度もしました。2時間半が最長。 でも、昨日は20分で繋がりました。カスタマーサービスのお兄ちゃんに早かったわねと言ったら、その日によって待ち時間がかなり違うみたいです。トンマンさん、アメリカでのお話ですが、ANA への電話は LA の朝9時から12時頃だと繋がりやすいと言われました。えミミちゃん、 秋の帰国を ANA で取りました。マンチェスターからミュンヘン経由なんですが、なんと乗り継ぎ時間が50分。心配なので、ネット検索をしたら40分で乗り継げるだとか。やっぱり心配です。EW さん。私も以前 ANA のコールセンターに問い合わせた時は、LA の朝9時か10時頃に電話をして2時間以上待ったことがありました。あ結構ね、待たれる方多いですね。 ヒロジュンさんも、私もお正月過ぎに ANA に電話をしたとこ2時間頑張ってね、待ちました。つながってよかったと。ベイビーミオスさん、ANA 公式で購入でも要注意の件ですが、昨年の夏に大輔さんにもコメントをしましたが、海外から購入の分の、日本国内線の分、 ビジットジャパンのような特別運賃もですね、含めて、天候不良などによる欠航とかの変更がとても大変でした。昨年の夏、沖縄に来た台風で欠航になりました。その時の変更が Web でね、できなくて、カウンターに並んでも長蛇の列の上、予約番号が海外購入だったからと、見つからずひどい目に遭いましたということでね、お疲れ様です。で、今、ANA のお話が続いてきたんですけど、えちなみに JAL もですね、含めて、この乗り 国立便民における他社便の扱い、これはね、シビアだなと、要注意だなという,うお便りです。ユーザー VQ さんえ、羽田からホノルルをですね、JAL の特典航空券で、えー、取得しました。ハワイアン航空、JAL との共同運航便ですねえ、こちらを予約し、羽田までの国内線は JAL のセールで予約したことがあります。ジャルで予約をし,をしても え別冊になるのでね、チケットとしては、乗り継ぎで何かあっても保証はできませんよということだったんですね。ということで、JAL に関しては、コールセンター2時間待ちだとかつながらないというお声は聞こえないので、このね問い合わせの問題については、今現在 ANA 側にね、言うところがあるという話なんですよ。で、ここであの気になるのがですね、電話をかけずに、 ウェブサイトでね、オンラインで設定すればいいじゃないかと、こういうお声が聞こえてくるんですが、なかなか、まあ、これができないもんだから問題が生じているというお話について、2つ目の、ねえー、お話に入ってまいりましょう。 SM さんよりいただきました。ANA 直行便がなく、他社航空便との乗り継ぎがあるなどの場合には、ネット上では変更をしてくれないんです。何も好き好んで電話なんかしておりません。しかも、国内にコールセンターがなくて、近隣国のコールセンターにかけても、結局日本かアメリカに回されるし、本当に電話するのが嫌。ネットで対応をしてほしいですよね。えー、ナさんのお便り。 特典航空券の袋瓶の変更など、オンラインでは受け付けない手続きがあるのです。その場合、電話をするしかないと。ほとんどの手続きがオンラインでできるように、早急な改善を求めていきたいですよね。えマリオさん、通常チケットを買い、帰国便を変更するためにウェブサイトで変更手続きをしたら、あアップグレードをされていた後のことで、ネット上ではできず、 ありがた迷惑ですね、これ、えー。結局電話で対処しろということ。私も2時間どころが4時間ぐらい待ちました。 これがね、ちょっと国際電話かどうかわかりませんけども、仮にそうだったとしたら、大変な料金になるというお話ですよね。続いて、ひろみさん。チケットの袋の日程変更をネット上でどうやってもできませんでね。グリッチ操作、この問題のある操作について、このまま進めてしまって、払わなくていいはずの普通運賃、全額片道料金を支払ってしまうことになると、まあ、後から余計に面倒になりますから、とりあえず聞いてから、 この手続きを進めた方がいいかどうかね。やっていきたいわけですよ。ANA 側でも私ができていないのを確認してくれ、マニュアルでプロセスしてくれました。すべてがちゃんと機能して、電話をかけなくても済むならば、2時間以上も待って電話をすることはありませんでね。はい。えー、こんなお便りが続々続いていきます。SM さん、ANA 公式購入の件ですが、私の場合は直行便がありませんで、え通常は欧州ローカル航空便、 で、えー、ドイツに移動をして、えー、そして ANA を使ってドイツから東京そしてさらに東京から伊丹と。 ANA を、まあ、最終的には乗り継いでいできます ANA とベトナム航空の乗り継ぎについては ANA の責任ではないと回答されたという話がありましたが私は昨年末 ANA 乗り継ぎのミュンヘンから東京への時刻が変更となり出発地からミュンヘンへの到着前に ANA があですね,ね ANA 便が出発してしまうことになり電話をしてフライト変更をお願いしました結果として乗り継ぎ待ちをブリュッセルから成田に変更をして たわけなんですがもう大阪へのフライトがない時刻のため東京博翌日大阪への乗り継ぎということになりましたフライト時刻が変更になったのは ana なんですが乗り継ぎができなくなったのにこちらから電話をしてくれしなければ何もしてくれず電話代も東京からの宿泊費も自分持ちで本当に駅駅としてしまいました ところで、ここからが重要ですね。ANA への電話は、スカイプでアメリカのコールセンターに電話をすれば、無料で電話をできるという裏技を教えてもらい、そのようにしました。やっぱり2時間ぐらい待った気がするのですが、まあ無料ですのでね、まあ時間は食ったけども、電話代に関しては安心が持てましたよということで、この点で先週、ね、知りたいということで、 3番目の話行きましょう。ね、1時間2時間待たされるという羽目になるにあたってですね、解決策があるんです。せめて、 高い電話料金は避けていきましょうということで、今もキーワードに上がりました。スカイプアウトですねえ。チェイさんからのお便り、海外から緊急に国際電話をかけなければいけない場合っていうのが時々あります。カード会社や銀行とのやりとりなどです。そんな時、海外からではフリーダイヤルにはかけられませんし、待ち時間が長い時などは通話代がもう高額になりがちです。私はそういう時はスカイプアウトをしています。スカイプアウトとは、 スカイプを通じて固定電話や携帯電話にかけるシステムのこと、PC からもかけられますが、アプリがですね、スマホにインストールされていれば、アンドロイドと iOS のスマホを使ってですね、通常の携帯電話のようにかけることができるんです。スカイプを使うには、スカイプのアカウントが必要ですが、マイクロソフトが買収しましたからね、スカイプ社を。 えー、従いましてマイクロソフトアカウントでログインができるようになりました、えー、またスカイプアウトするには、えー、クレジットが必要ですが私はごくたまにしか使いませんので月額契約はやめて数千円程度をなくなったら追加するように、まあ、プリペイドみたいなやり方があるんですかね、えー、こういう使い方をしていますスカイプからかけても私の、えー、携帯番号が通知されるように、まあ、とりあえず設定をしています私はスカイプの回し物でも何でも、うん、ないのですがとても というわけで、チェイさんからせっかくね、いただきましたので、ここで掘り下げの解説をしていきます。僕もマイクロソフトのね、使い、えー、あの使いっ走りでも、スカイプの回しもでも何でもないんですけども、まあ、これね、あの非常に有用なサービスだなということなんですよ。例えば、海外在住者がですよ。 日本にかけるにあたって国際電話になっちゃうと言ったときにです、ね、このスカイプアウトをすることで、日本の国内電話相当の料金で電話ができるということなんですね、300分が無料通話つきまして、月額723円、これ、1分あたり3分という、そんな計算になるんですね。 はい。あとはですね、例えば日本にいながらして、まあ、もしくは他国にいながらして、米国のですね、コールセンターにかけなくちゃいけないんだとおなった場合も含めまして、米国の場合はですね、えー、通話無制限です。 723円の月額で、まあこういう使い方ができますので、スカイプアウトは、これいいですよね。アプリの上からこのクレジット購入して電話をかけるだけということなんです。まあこんな感じでですね、国を指定してクレジットを購入することもできますし、世界中の電話にコールができる、特に国を指定しないですね、クレジットも購入ができますのでね、1200円で375分ですから、 あーこれはいいですよね。はい、こんな感じでね、スカイプアウト、ぜひおすすめというお話でございました。で、近しいサービスがね、少し前まであったんですけど、僕もこれ使ったことあるんですけど、LINEOUT というですね、LINE アプリを使った固定電話だとか、携帯へのね、コールのーサービスがあったんですけど、残念ながらこれ2023年にサービス終了になっちゃったんですよね。従いまして、僕が知る限りだと、どうなのかな。アプリからクレ レジット購入して簡単にね固定電話だとかにねかけることができるというとまあ、スカイプアウトがねいいんじゃないかということなんですけどもし皆さんこれ以外のサービスで有用なものがありましたらぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいなと思いますえー、そして ANA をはじめとした長時間待たされるコールセンターにお悩みの方ですねぜひ、えー、スカイプアウトね検討されてみてはいかがでしょうかえー、ということで本日のお話をまとめてまいりましょう まずね、フライトチケット、他社便との乗り継ぎだとか、急な予定変更があると、まあ、自分のせいじゃなかったとしてもですね、こういった際に、コールセンターに、ね、電話をかけさせられるというケースがあります。繋がらないのは当たり前、2時間待ちは当たり前ということなんですが、この時に、 電話代は私持ちですと怒る前にですねまあ、まあ、怒ってもいいんですけどスカイパウトだとかを使って電話代を最小限化するのがスマートなんじゃないかというねこの結論でございましたで今日のお話ちょっとおまけがあるんですよさすがにひどいなということで ANA のコールセンターまあ忙しいにも程があるというかね人手が足りてないよねというお話の裏付けの情報をいただきまして まさに2時間待ちで困惑する方へという、ね、ことで M さんよりいただいたお便りです。え 最近の大輔さんのチャンネルを見ていまして、ANA の電話のつながりにくさ、2時間待ったなど困惑されている方が多くいらっしゃるように思います。私の感想、まあ、実感なんですが、北米の ANA のカスタマーサービスは単純に人手不足なんじゃないかなと思います。根拠は、ビビナビという日系オンラインサイトのを見ると明らかです。ANA 北米カスタマーサー,サービスセンター勤務で10人以上の求人をしているからです。 私がそれを見つけたのは2月頃で、今も求人広告が出されているということなんですね。ビビナビロサンゼルスなんですけど、これ実際見てみましょうか。この募集要項を見るとですね、あ、これね、ANA のカスタマーサービスなんですけども、確かに募集人数10人プラスということで、 これありますね。これがだから2月からずっとこの状況で募集してるんだけども、まあ、なかなか人が集まらないんですかね。時給は22.8ドルということなんですけども、まあ、休暇もありましてね、あの、週休2日制で、はい、あの、福利厚生なんかもねこうありますけど、なかなかこれでもね、集まらないというお話なんですよ。朝早いのかな、6時勤務スタート。 夕方の4時までということでね。あります。はい、えー。で、この M さんもですね、実はこれご応募されたようです。筆記試験、いろんなテストを、そして面接を受けました。印象としては、応募者全員と面接をして選別していくので、時間がかかっているような、そんな感じがします。求人には、えー、勤務開始は5月の6日スタートと記載されています。 勤務開始をされ、トレーニング期間もあるでしょうから、カスタマーサービスのつながりにくさはまだまだ続くでしょうねと、そんな感想です。え、皆さんがどうしてもつながらないという思いがこの情報で少しでもま解消されるというか、あのー、まあ、こういうね理解があの進むということで。 エムさんからいただいたお便り、最後ね、えー、おまけ、えー、としてご紹介をさせてもらいました。あそんなこんなでね、えー、今日は ANA の国際線にフォーカスをしました直接購入に潜む闇ということで、ちょっと僕はあの、あまりですね、悪く言いすぎているつもりもないんですけども、ちょっと刺されたりね、えー、しないようにあの願っていきたいところなんですけども、今日はですね、えー、こんな皆さんの体験談、お一人だけじゃなかったんで、やっぱり相当に問題があるんだなということでご紹介をさせてもらいました。ぜひ 今日ご案内をした回避策についてもまたねご検討いただけるといいんじゃないかなと思います、えー。ということで本日はフライト購入に関するお話、対策、チャレンジをしてみました。今日の情報が役立った、興味深かったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。